西英文スカイ。西英文スカイは、日本の競争馬。1998年にスペシャルウィーク、キングヘイローらを相手に、サツキ賞、キッカ賞の2冠を達成した。キッカ賞では逃げて、当時の種は3000メートルの世界レコードを樹立している。引退後は、種ボバとなったが、2011年8月16日、つなぎ崎の西山牧場、北海道日高町で死亡した。 バレーは、旧表記、数え年に統一する。1995年4月26日、北海道向川町、現向川町の西山牧場で誕生した。誕生当時の西山牧場は、創業者である西山正幸の方針により、最大246頭もの繁殖品場と、 実家つなぎ用の種ボバや種付け量が安価な種ボバの産駒を中心とした大量生産体制をとっていたが、それに伴う管理費の肥大化や繁殖品場の血統更新の停滞、導入した種ボバの失敗などの影響により不振に陥っていた。翌1996年、息子の西山茂之が牧場経営の主導権を握ったことを皮切りに、 それまでの大量生産体制から少数精鋭体制への転換を試みて自活なぎ用の種ボバをほぼ売却、繁殖品馬も1998年までには約200頭近くを処分していた。精鋭分スカイの父、シェリフズスターもこれ以上の成果を期待できないと判断されて廃用となり、残された産区も次々と売却されていった。その結果、 調教師の要望で売り残した3頭の3区の中に、西雲スカイと、後に、日経省で2着となる、西雲エリアがいた。育成段階でも特に目立つところは見せず、当初入級先として話を進めていた、立党のとある調教師は、西雲スカイを受け取りには来なかった。その後、調教師免許を取得したばかりの安田和隆が、定年で引退する。 父親の安田隆義と入れ違いに旧車を開業するため、入級場を探して、父の代から付き合いのある西山牧場を訪れた。しかし、入宮が決まっていない二歳馬は、星雲スカイを含めて4頭しか残っていなかった。当時の星雲スカイは、馬体のバランスが悪く、毛色もくすんだ印象のため、見栄えがしなかったが、入級場のバランス上どうしてもボバが欲しかったことに、加え、 シンボリ牧場由来の母系の良さに変わり身を期待して、聖英文スカイを引き取ることにした。その後成長した聖英文スカイは、三歳の秋には、見違えるほどバランスが良くなり、安田を驚かせたが、同時に、気象の激しい面を表すようにもなった。1997年10月1日、美穂の安田旧社に入級する。調教を積むごとに素質を見せ、 かつてに関は、三保新山の調教をつけていた、調教助手の青柳義弘に、これは走るという印象を抱かせるようになった。12月の新馬戦に出走するプランもあったが、万全を期して、翌年のデビューとなった。1998年1月5日、中山 6R 芝1600メートルの新馬戦で、安城に、徳吉隆を迎えてデビューする。 決闘が良くないことから評価は低く、またフルゲート16等の大外枠を引いたこともあって、単勝5番人気だった。しかし、道中34番手につけ、第3コーナーで先頭に立つと、そのまま押し切り、後続に6馬審査をつけて優勝した。さらに続く、ジュニアカップでも3番人気と評価は低かったが、評判場のメガヒットラーを相手に逃げ、5馬審査をつけ、連勝。 低評価から一変、クラシック候補へと名乗りを上げた。重賞初挑戦の弥生賞は、ジュニアカップ出走後から悪化した添えによる影響で、十分に調教が詰めない状態での出走となった。レースでは、ジュニアカップ同様逃げるものの、最後の坂で、スペシャルウィークに半馬審査し切られて2着に敗れるも、3着までに付与されるサツキ賞優先出走計を獲得。このヤヨ賞以降、 スペシャルウィーク、キングヘイローと合わせて、1998年ボバクラシック戦線の三強を形成する。また、この敗戦により、それまで主戦騎手だった、徳吉隆氏が、バッシュサイドの西山茂之らの意向で安城から降ろされ、代わりに、開業したばかりの旧社の主戦になってくれる騎手をという、安田の要望から横山の弘が、主戦騎手となった。三冠。 第一戦のサツキショーでは、スペシャルウィークに続いて、単勝5.4倍の2番人気に押された。ゲート入りでは嫌がる素振りを見せたが、道中は、後衛展開地を先に行かせて2番手を追走。第四コーナー手前で先頭に踊り出ると、キングヘイローとスペシャルウィークの猛追を抑え一冠目を、制した。西山牧場にとっては、初のボバクラシック競争制覇であり、安城の横山も、 クラシック初制覇となった。また、調教師の安田は、開業を2年目の G1 出走にして、初の G1 制覇となった。さつき賞後、枠入り不良で、発想調教再審査となったが、ゲート試験を一発で合格した。また、さらなる上積みを求めて、藤沢和夫級者のタイケールドラドや小西和夫級者のスピードワールドと合わせ馬を行い、東京優勝。 日本ダービーに向けての調整を行った。6月7日のダービーでは、サツキショーがフロックと見られたためか、スペシャルウィーク、キングヘイローに続く3番人気だった。レースはまずキングヘイローが逃げを打ち、セーブンスカイは2番手につけて、直線を迎えた。しかし、駅の入らない流れになったためか手応えがなく、一瞬先頭に立ったものの後方に控えていた、スペシャルウィークに突き放され、 勝馬から1秒遅れの4着に敗れた。ダービー後、聖英文スカイは、故郷の西山牧場で夏を過ごした。場所の西山秋に、天皇賞への出走を視野に入れていたが、最終的には調教師の意見が、通り菊花賞への出走が決まった。聖英文スカイの秋初戦は、小鳩の混合重賞である、京都大賞典に決まった。 当時の菊花賞への王道は4歳限定の重症競争である京都新聞杯だったが、京都新聞杯でゲート再審査となった場合に日程に菊花賞に出走できなくなるため、セウンスカイのゲート難を考慮して、この選択となった。この年の京都大賞展は、メジロブライト、シルクジャスティスの G1 馬2頭のほか、ステイゴールドやローゼンカバリーといった競合馬も出走しており、 七頭立ての四番人気という低評価であった。レースでは、コースターとから果敢に先手を奪うと、2ハロン目から十一秒零から十一秒二のラップを刻み、その後も十二秒台前半のラップで大きく、後続を離して逃げる形となった。第三コーナー手前で十三秒零から十三秒5と、一旦ペースを落として、後続を引きつけ立ち、最後の直線で、再び後続を突き放し、 ラストにハロンを11秒1から11秒5でまとめて、この年の春の天皇賞優勝はメジロブライトを首差を冴えて勝利した。11月8日に迎えた、キッカ賞では、セーブンスカイは、単勝4.3倍の2番人気に支持された。レースは5分のスタートから気合をつけて、花に立つと、馬の育気に任せて、前半1000メートルを59秒6という層とも言える。 ハイペースで進んだ。中間の1000メートルで64秒3と一気にペースを落とし、2周目の坂の下りから、早めのスパートを仕掛けると、セーフティーリードを保ったまま最後の1000メールを59秒3で駆け抜けて、スペシャルウィークを3馬身半離して勝利した。3000メートルの長丁場を逃げ切るのは至難の号であり、菊花賞の逃げ切り勝ちは1959年の、 白倉間以来三十八年ぶりの子であった。また、この時の優勝タイム三分三秒には、レースレコードであり、当時の三千メートルの世界レコードでもあった。同年末の有馬記念では、デビュー以来初の一番人気に、支持されるも、荒れた馬場の内側を避けて逃げたために楽に走ることが、できず、同期のグラスワンダーの前に四着に敗れた。また、を制していたことから、 JRA 賞最優秀4歳ボバへの選出も期待されたが NHK マイルカップとコバ相手のジャパンカップを優勝したエルコンドルパサーに奪われる結果となった。1999年の初戦には日経賞が選択され同じシェリフズスターを父に持つ成分エリアに5馬身の差をつけて勝利する。しかし二番人気で迎えた天皇賞春ではスペシャルウィーク。 メジロブライトに差し切られ三着に敗れた。休養後、札幌記念では、安状の横山が、馬の行くままに任せた結果、先方を一転させ、後方に待機すると、参考の当て前からまくり、気味に進出して、後続を突き放し、同期の二巻ヒンバファレノプシスをハンバシンを抑えて、勝利する。しかし一番人気で臨んだ、天皇賞、秋では、 本場場入場時に大和テキサスと接触し、ゲート入りを嫌がるアクシデントなどもあり5着に敗退。さらには、レース後に、クッケンエンを発症し、長期の休養に入った。天皇賞、秋後、聖英文スカイは、クッケンエンを発症し、長期休養を余儀なくされた。聖英文スカイが復帰したのは、約1年半後の2001年の天皇賞、春だった。 レース当日の西雲スカイは、入れ込みが激しく、スタート直後から、タガジョーノーブルと並走する形になり、生涯最速となる1000メートル通過58秒3の、ハイペースで逃げた。しかし、タガジョーノーブルに戦闘を譲ると、2周目第3、コーナーで早々に失速し、勝ったテームオペラ王から16秒近く離され、最下位に敗れた。宝塚記念の出走を回避した後、 頭骨を痛めたことから7月に引退が決まり、8月19日に札幌競馬場で引退式が行われた。競争馬引退後の2002年からアロースタッドでつなぎようされ、守護馬生活を送り、2007年12月9日にアロースタッドから西山牧場へ移動した。現役時代の休養からの復帰が結果的にうまくいかず、 引退時期が遅れた格好になった上、決闘的な評価が低いこともあり、同世代、キングヘイロー、スペシャルウィーク、グラスワンダーなどと比べて人気が上がらずしつけ等数が圧倒的に少ない状況にあった。一時は障害用種母馬としてアイルランドに輸出するという話も上がっていたが、2006年9月9日に札幌競馬場で行われた2歳未勝利戦で、父と同じ足毛の西のプライドが、 中央競馬での初勝利を挙げ、その後オープンまで順調に勝ち上がったこともあり、しばらくは日本で種ボバ生活を続ける見通しだった。2011年8月16日、西山牧場の馬房にて立ち上がる際に頭部を強打して即死した。死因は心臓発作と発表された。墓は西山牧場に設置され、墓石には西山茂之の 青雲の空を駆け抜けた稲妻よ永遠なれという言葉が刻まれている。2013年終了時点、タイムランのはレコード価値を示す。母方の血統はシンボリ牧場所演である。二代母の半妹にクイーンカップ価値馬のスイートミトゥーナ、三代母の鋼に安田記念など重賞を参照し、1982年度の 優秀賞最優秀5歳以上品馬を受賞した、スートネイティブがいる。母のシスターミルは、当歳、0歳時に、西山牧場に購入されたが、脚部不安のためレースには出走しなかった。初めて産んだ子が、聖英文スカイであるが、その後の7頭の産区に活躍馬はいない。ただ、2002年生まれのディープサイレンス、父、サンデーサイレンスは、不出走ながら種母馬になっている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。